チョイスどうも、アッシャのタト、ハヤテです。おー、この組み合わせ初めてですね。初めてやなぁ。今日は、検証動画、撮りたいと思う。なんで検証動画撮りたいかというと、人ってさ、好きなものってあるじゃん。好きなものなんですか？なんだろう、ハンバーグ。ハンバーグずっと一日中食べれますかっていう話で。あー、まあそれはまた別かもしれない。わかんないじゃん。でも、本当に好きなものを一日中食べ続けられるのかを今日検証したいの。だから今日は、うちのメンバー、エブくん。エブくんに、ちょっとあらかじめ、好きなものを聞いておきました。ネギマが好きだそうです。ということで、エブですね。親父か。ネギマを、今日は、あげまくりたいと思います。何があったらもう、あげる。もうどんどんあげてくる。アクションあったら、そうそう、どんどんあげる。一日中食べ続けたら、人はその好きなものが嫌いなものになるのかを、検証していきたいと思います。それでは、いきまーす。おはようございます。おはようございます。では、はい。ね、はい、今すぐ食べてください。どうですか、美味しいですか？大好物で、大好物でしょ。ということで、今日はあなたがネギマが好きということで、今日え、これネギマ好きなの？なんか喋り出した、なんか喋ったんだけど、この間好きなものを聞いたら、お前ネギマって。ああ、ということで、まあ、そういうことです。以上です。何の動画で、わかんなすぎる。だかんない食べなきゃ。大好物だから、大好物だから食べれる。なにこれ。わかってね、でででで、えー、よしよしよしよ、まだよ。うめぇ、うめぇよ。トイレ後なんだ。あれ、もうちょっとあげたかな。まだでしょ、まだ大丈夫。ちょっと入っていい？ご苦労様です。やばそう。今お電話中なのに。うめえ。冷たいね。冷たいね。何本目だよこれ。はい、オッケー、ナイス。ねえ、いたどっさいはちょうだいちょうだい。フリーズフリーズヘルプメ。フリーズ、いいよ。 FPS やりながらって過酷だろ。まあまあ、いや、んんん、あー。ねえ、ちょっとさ、このまま放置しないで、口を誰か放置しないで。言って。あ。敵の方がレース出したんだけど。ねえ、言うてよ、さ、くどいんだよ。うん。うわぁ、うめぇ。やっぱ、うまいとね、やっぱゲームもできるってな。さよなら。頑張ってください、ゲーム。うん、頑張りますよ。合唱のために。目的変わってきた。食べてください。どういう状況だよこれ。これどういう状況だよ。二刀流だもん。持っただけで分かんないよ。冷てえ。そんな硬そうに食う。欲しい顔。ご褒美で手掛けよう。靴あんこ焼き鳥食えんで。靴あんこだけで焼き鳥食えるんで。まだ10分なんてよく恥ずかしくしく言えんのおめえ。まあうめえんだよな。入りまーす。え、食べてください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 、その前食べるダメ。いや、知ってたよ、ゴミ捨てに行くって言ったのに、ゴミ箱じゃない方向行ったもん。何があれかって、全部ネギマなんで。いっぱい食べたのに。食べさせに誰じゃん。入りまーす。よろしくです。どうぞ、美味しいよ。え、くどい。中入ってください。こんなとこ食べないで。美味しいものは家の中で食べる。美味しい。
そんなこと頼むよね。うめえなぁ。一回大変だね、大きくなるから、ね、食べさせられてるんだな。おっせえ家族すんな。チャ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 いい食べっぷりだ。おはようございます。はい、どうぞ。これあれかな、夢を見てる。いや、元気です。はい、はい、じゃあおやすみなさい。行こう。今からどこ行くの？今からサイゼリア行きます。サイゼリア行くんだよね。何してんですか？食べてく、ダメです、食べない、食べない、食べて、食べてください。ちっこくかよ、お前。はい、やめて、やめてください。いや、やめてください。あ、座ってください、座ってください。俺の勘違いかもしれないけどね、タレが多い。なんでファミレスの前で焼き肉食えんのって。はい、お疲れ様でした。ということでですね、今日の検証はですね、大好物のものを一日中食べ続けたら嫌いになるのかという曲です。ネギマは好きですか？嫌いですね。風を切って走ってゆく希望の街へと、oh, 地図な